いやあ、今日はね、先ほども言いましたけど、本当にね、話題がたくさんあるので、どれから紹介しようかなっていうふうに迷うくらいなんですよ。うん。でもちょっと本当にこれから学校に行く支度とかをしなければいけないんで、もう一つね、話題をお話ししてから学校に行っていきたいと思います。はい。え、ジュィブさん、えー、おはようございます。ありがとうございます。えっと、ちょっと前の話ですが、 私の記憶違いかもしれないですが、羽生選手の4回転アクセルの、えー、話の流れで、えー、ジスランコーチの SMS で、ゆずるが降りるのを見たと語っていた情報提供があったのではということみたいです。はい。えっと、イリア・マリニン君の4回転アクセルの動画、えー、もう、あともうちょっとで成功、ほぼ、もうほぼ成功というね、動画出てきましたけど、えー、羽生選手の動画っていうのがあんまりやっぱ、 ないわけですよ、うん、でもこの話聞くと、もしかしたら羽生選手がね、えー、まあ、もっともっとというかね、美しい4回転アクセルを既に降りていた可能性があるということなんで、えこれはちょっと動画が残っていたらなってちょっと思うんですよね。うん、で、羽生選手らしい、とにかく美しかったというところです。これはちょっとマーカーかなというに感じますね。うん まあ、美しい4回転アクセルを、羽生選手はすでに降りていたということなんで、まあ、その、エリア・マリニン君と羽生選手、どっちがその、早くね、成功に近いかっていう話が出ましたけど、羽生選手はもしかすると、美しい4回転アクセルをすでに降りていた可能性があるので、まあ、これ動画が残っていればなとね、思ったりはしています。もしかしたら動画あるかもしれませんけど、出していたいだけかもしれないですね。うん。私の、 えー、脳内では、羽生選手の4回転アクセルが完成されています。はい。単なる自己満足ですが、いい気分です。人にお見せ、お見せできないのが寂しい。いやそうですね、寂しいですね。うん。まあ、もしかすると、怪我をする前とかに4回転アクセルがもうすでにできていた可能性があるし、えー、北京オリンピックの前とか、ね、全日本終わってから北京オリンピックの間で、4回転アクセルは綺麗に決まっていたかもしんないので、えー、そういった意味ではね、まあちょっと、 本番決まらなかったのが残念かなって思うので、まあ、それだけ本当に繊細なジャンプということになるわけ,るるわけですよね。うん。はい。で、マリニー選手は17歳、羽生選手が、えー、17歳の時は、打、え、ち、ー、入りロミオの、えー、時ですね。えっと、あの時は4回転トーループをプログラムにきれいに入れて、 えー、驚愕だったんで、今とは運命の差ですね。時代を感じます。いや、本当ですね。うん。確かに、のあの、羽生選手がこの頃は、えー、まだ4回転サルコーを入れてる選手がほとんどいなかったんですね、男子にも。うん。ブライアン・ジュベールと、えー、ね、羽生選手と、あとあれか、えー、ハビエル・フェルナンデスくらい あんまりいなかったですよね。うんまあ、多くてもジャンプの種類は2種類ということで、えー、3種類なんてありえなかったわけですからね。うん。はい。まあ確かそういう時だったと思います。だから10年ぐらいであっという間にね、かなりね、もう急進化してきたなというに感じますねちょ。超進化をしてきたなというに感じますね。本当にはい。そういう感じでございます。なので羽生くんの美しい4回転アクセルの動画。 あの四回転アクセルを羽生選手はすでに降りていた可能性があるというところを、えー、ちょっと面白いなというふうに感じますねすごいなと思いました。はい。まあ動画があればなというふうにちょっと思ったりはしています。はい。はい。えブ、ー、イルナさんありがとうございます。カブ君こんばんは。 えー、私もツイッターをやっていますが、マリニ君のことを叩いているファンはごく少数ですよということですね。えー、ちょっと安心しました。なんか、結構なんかね、一部のファンが叩いているらしいんですけど、まあ,あの、少なくとも株君テレビの中にはいなかったので、えーまあ、大丈夫かなというふうに感じますね。 うん、で、羽生選手が4回転アクセルの扉をこじ開けてくれたので、後に続く選手が出てきましたね。マリニン君はかなり成功に近いですよね。あとは試合に入れてできるかどうかですね。そうですね、僕もそう思っています。だから試合に入れていくような勢いがありそうな気はするんで、うん、楽しみに見ていこうかなというふうに感じています。で、羽生選手はもちろん北京で成功。 させたたかったでしょうが彼のこだわりは誰が、えー、初の、えー、成功者着氷者になるのかではなく、えー、もちろん、えー、最初に練習を始めた頃は えそうだったかもしれませんが、あくまでも4回転アクセル込みのえ完成形を目指しているんです。本人が納得いく完成形です。えきっとマリニン君の練習動画を見て拍手,拍手を送っていると思いますよ。羽生選手はそういう人です。え羽生選手のファンとしては正直彼に最初の着氷者になってほしいんですがねえ。だからといって他の選手を叩くことはしませんよということですね。まあ、僕はね、まあ、羽生君そうは言っても多分最初に着氷したいって 思いが出てくる可能性はあるかなって思うんですけど、まあ、多分あの羽生くんがイリア・マリニンんと同じように、17歳とかあの、もっと若ければ、まあ、そういった気持ちがね強か、強くなる可能性はあると思うんですけど、今年がね、結構離れてしまってますので、まあ、ちょっと考え方は変わってる可能性はやっぱありますよね。うん、なので、まあ、そこのどっちが先に成功するかっていうことは置いといて、 えーまあ、今回のエリア・マリニ君のこの動画を見て、羽生選手はどう思うのか、えー、さらに火がつけばいいなという感じたりはしています。ただ、以前ね、その動画の中で、あ動画というか、その、ジシナン先生が羽生選手の美しい4回転アクセルを、ね、見たことがあるというお話が出ましたんで、まあ、そう思うと、まあ、もしかすると羽生君の方がもう、練習の中では完成しているのかなって感じたりはしてますね。うん、なので本番 えー、美しい4回転アンクスが見れるかどうか、まあ、これがね、まあ、ちょっとこれを気にしつつ、僕は来季、楽しんでいきたいなと思っております。チャチャヤさん、えー、すごいですね。そして着氷まで綺麗です。これね、マリニンの4回転トーループ、4回転トーループのコンビネーションの動画があったんですよ。そうこれもね、もうすごかったですね、うんえー。クリスティーナ・クパハルさん。 えー、プ,ロモプロモ SM っていうことでちょっと意味が分かんないですねこれは。うん、えー、ユンママ様こんにちはありがとうございます。えー、羽生くんもあんな綺麗な4回転アクセルを後輩が決めてくれて嬉しいんじゃないでしょうかえー、だって羽生くんはフィギュアに貢献することをいつも望んでいるしそのために雑誌でも、えー、細やかに踏み切り空中姿勢着氷も着氷とカテゴリー別に本人がて えと解説しているんだもの。えー、試合のたびに、えー、練習で見せていますしね。羽生君をお手本に五番かしのないジャンプ、そして4回転アクセルを若い選手たちがどんどん飛んでくれたら喜ぶと思いますよ。私たちファンもね、ということですね。うん。そうですね。まあ、羽生選手どう思っているのか気にはなるんですけど、えーまあ、羽生選手の,その4回転アクセルのまあレシピのおかげで、まあ、もしかするとこう、イリア・マリニン君がこう、ねえー、あ挑戦しようという。 ま成功しやすくはなってるのかな？って感じはするんですが、まあ、あのやっぱり年齢も関係あるかなっていう感じでますね。うんまあ、先ほども言った通り、羽生選手がまだ17歳とかだったら。 いやーちょっと負けてらんねえみたいな感じで、いや俺が先に4回転なくて飛ぶんだっていうね、気持ちが強くなるかなって思うんですが、やはり今、こうたくさんね、これまですごい活躍してきて、オリンピックで金も、えー、取ったりして、いろいろこう、ね、あのあの戦いをね、挑んできた中での今があるわけなんで、まあ、今、その羽生選手の気持ちっていうのはちょっとやっぱ変わってきて、えー、やっぱこう、素直に後輩の、まあ、 ね、成功とかそういったものをこうねえ称えつつた、えー、えるの方のが強いのかなっていう感じてるので確かになっていう,うに思ったりはしてますねうん、まあ、個人的にはさらにこう今のねマリニー選手の動画を見てやる気にこう火がつけばいいなって僕はちょっと思ったりはしてるんですがやっぱ年齢っていうことがあるとなかなかね逆に火がつきにくかったりあの応援の方に舵を切るっていうこともあるので、えー、まあ どういう感じなのかちょっと僕は気になったりはしています。まあ多分次のファンタジーオン・ワイスでいろいろこうね記者からも聞かれるかなという思ったりはしてるんで、まあ、そこら辺の、まあ、羽生選手の発言なんかもちょっとね僕は、えー、気にしてるので、えー、あの楽しみに待っていきたいなと思っています。はい。えー、ピースマンさんこんにちは。 えー、ありがとうございます。正直、自分もカブ君と同じくマリリン選手が一番4回転アクセルに近い気がします。そうですね。あの動画をちょっと見せられてしまったらですね、いや、これはちょっとなんて言うんだろう。なんかね、何んなくやってるんですよね。なんなく。要は、こう、難しさが伝わってこないんですよ。逆に言うとね。 うんまあ、それってなんか、あのー、逆にねす、すごくないことなのかなって感じなんですけど、あの難しすぎることを簡単そうにやるって一番難しい気がするんですね。秋平梨花選手のトリプルアクセルなんかも、あの非常にこう簡単そうに飛んでて、難しさが伝わってこないんですよね。うん、真央ちゃんはトリプルアクセル、ちょっと難しそうに飛んでる感じがあるので、わー、すごいっていう感じ、難しいことをやってる。 それができてるっていうね感じがあるんですけど最近の選手は難しいことを結構簡単にやっちゃう感じがあるので、まあ、そういった意味で逆にすごいなって思うんですよねうんマリニン選手と4回転アクセルを見るとそういう感じえこれ結構簡単そうにやってるなって思ってしまったところがまあ驚愕かなというふうに僕は感じましたねうんでも羽生君についても動画はないけれどなんか美しい4回転アクセルをなんか決めていたっていうことをジスラン先生が言っていたらしいので あ,動画あればなっってねちょっと思いましたあ,あるのかなと思うんですけどもね、まだ秘密にしてるのかな。うん、まあ、そこら辺も今後出てくる可能性あるんで、まあ、ちょっと待つしかないかなと思ったりはしています、まな,ない可能性もありますけどもね。うんまあ、何があとまで本番で4回転アクセル誰が決めるのか、これは来季、ちょっとかあのー、ね誰か決めてくる可能性あるんで、来季は本当ねもう 皆さん、驚かないでくださいよっていう感じになるかもしれないですね。いや僕は多分また失神する可能性はあるんですけどね。はい。まあ、オリンピック終わってね、ちょっと落ち着こうかなって思っていたんですが、まあ、ちょっとね、もう落ち着けないですね。うん。またまた楽しいなというふうに僕は感じます。はい。はい。MT さん、ありがとうございます。 えー、羽生くんはフィギュアの歴史を押し上げていきたい人、えー、その通りだと思います。僕もそう思います。うん、相当押し上げたんじゃないかな、多分羽生選手登場してなかったら、こんなたくさん4回転の種類とか、たくさん降りてたりとかってあるのかな、うん、まあ、姉さんチームも羽生選手に憧れていたから、そこまでやったのかなという感じはするんですが、まあ、どう羽生選手もその一人だった、僕は。 感じますね、うん、でも結構羽生選手って好天的なんですよね要は一番最初から難しい種類の4回転ができてたわけじゃなくてネイさんとか、まあ、いろんな4回転の種類難しいジャンプの種類やってきてる選手がいるから、まあ,あの後からね追加して、えー、やってきたっていうのは。 やってきたので、結構年齢が上がってからね、4回転、難しいする4回転ジャンプとかね、やったりして挑戦して決めてるんですよね。うん。これはすごいことですよ、本当に。4回転アクセルも、えーまあ、いわゆるフィギュアスケートの中で若い時にやっているわけじゃなくて、最近、まあ、最近っていうか、2、3年ですよね。本当すごいで、25歳超えてからじゃないかな。うん。まあ、それ以前もちょこちょこやっていたと思うんですけど、本当だからすごいなって思うんで、それがね、もうすごいと思うんですよ、僕。それそれも。 はい、えその先に素晴らしい選手たちが誕生することは彼も本望でしょうえ。ジャンプのことは置いておいて、17歳の時の羽生くんの演技とマリニンくんの演技にはかなり差があると思います。演目を全身で表現していたえ羽生くんのジャンプ以外の面に関しても、多くの選手がもっとマリニンくんも真似してほしいですということですね。結論、羽生選手はやっぱり異次元ですということですね。なんかね、なんていうんでしょうかね、あのイリアマリニンくんは、その、まあ、確かに すご,くてすごいんですけどこう、霊長類最強っていう感じなんですよ。要は、トゥルスワ的な感じかな。うん。で、でもね、羽生選手はね、なんていうのかな、その技術はさておきながら、さることながら、なんかね、こう、技術だけじゃないといいますかね、そのオーラがあるんですよね。うん。違ったオーラ、不思議なオーラっていいますか。なんか人をこう、引きつけるっていうかね、うん。 あの不思議なこの引きつけるオーラとかスピリチュアル的な,なんかその力があるっていうかそういったものをねそう感じるんですよまあこれはずっと僕ね話してきたんですけどだからもうちっちゃい時というかまあいわゆるそのニースの時のね世界選手権とか、まあ、その前の火の鳥とかね、えー、全部もうなんかその時には4回転なかったですけど、えー、まあトリプルアクセルのもう習得の期間とかでも全然なんか引きつけるんですよね うん、もうフィギュアスケートがもう大好きすぎて、もう絶対もうや頑張ってやる、や,やる気に満ちあふれてるんですよね。そういうなんか表情とか、動きとか、なんかすごい不思議すぎて、なんかこのインパクトがすごい強いんですよ、羽生選手ね。うん、だからイリア・マリニン君もすごいんですけど、そういった意味では、まあ、やっぱり羽生選手の、まあ、要は15歳、16歳の時とかのを見てみると、ちょっとこれは。 なんか違すぎるんですねもう本当にもう見たことがない感じですねうん。キスキュアの表情とかね先生との会話とか動きとかね髪型も含めて全部なんかこう不思議な雰囲気を引き付けるんですよねだからそこら辺はなんかちょっともうオーラがなんか違うなという風うに感じてるんで技術はさておきながらそういったところも が一番の見どころかなという,ふうに感じます結構、ちっちゃい時ね、ミスしまくってましたよ、羽生くん。うん。あの、本当、順風満帆ではなかったと思います。結構、ミスしまくって、ダメな時がもう崩れまくってね、ツゴネルワイセンの時なんて、本当、もうミスの方が多かったんじゃないかなっていうぐらい、本当にそういう感じでしたかね。だから、そういった意味では、かなり羽生選手も、まあ、まあ、泥臭い感じでね、練習を積み重ねてき、えー、てるな 来て本当にこう茨の道を進んできててるなっていうでもそれでもフィギュアスケートが好きだっていう,こう愛に満ちあふれていたからこうなんかそういったね人々に伝わったのかなっていう僕は感じてるんでね、うん、昔からその、ね、今「天と千鳥」とかね、まあ、いわゆる「生命」とかでこう完璧な作品を演じたりとかしてますけどもうそんなのは本当最近かな最近っていうかまあ結構後半の方ですよねうん。 だから昔は,昔は本当に、ね、もうそういったイリア・マレニンから技術的には、ねまあ、結構完璧にまとめたりしてますけどそれよりはもっとこう、ね、荒,荒かったりとか荒削りだったりとかっていうことは結構あったんで、まあ、そういった意味では相当いばらの道を進んでカビを打ち壊し,壊してき、ね、たなっ,ていううにちょっと思うんで、ね、異次元だなと僕もちょっと思いますね。 はい。というわけで、えっと、ちょっと学校に行っていきたいなと思うので、これで終わりにしていきたいと思います。いや、今日ね、ほんとすごいですよ、皆さん。驚かないでくださいね。コメントがね、本当に、す、あの、ね、あの、すごいコメントが、なんだ、内容があるので、ぼちぼちね、やっていきたいと思います。あとでまた、休憩、学校の休憩時間中に一つね、話題があればいいかと思います。風がね、強くなければ、あの、話せるので、うん、風が強いと音がね、入っちゃうんで、えー、ちょっとあれですけどね、まあ、ぼちぼちやっていきますんで、えー、 楽しみにしていただいていると嬉しく思います。はい。では、えー、学校行っていきたいと思います。後ほど。